のテーマ、子どもたちの興味や好奇心を大切に、ゴジラがガオーと登場するとても愉快な曲です。楽しそうに表現するのがこの曲のポイントです。ゴジラのテーマ、こんにちは、ナナタ。みんな元気にしてるかな？学校もお休みで、宿題は終わったかな？みんな元気が一番いいのだ。アンパンマンにドラえもん。キャラクターがたくさんなのだ。ゴジラのテーマもみんな好きなのです。いろんな曲を楽しく弾くことはとっても楽しいのです。バイ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 。良い子の皆さんも、一日毎日でなくても一日できる時に5回5分、鍵盤に触るだけでドレミの位置、平音記号もきちんと分かるようになるんだよ。お母さんや先生の言いつけをよく聞いてピアノを楽しみましょうね。